え水も通る。あ、親方塩味親方いけますよこれ。おお、辻褄大丈夫ですか。かっこいい、かっこいいねこれ。今日は、今日は、はい、あの布袋寅泰のギターって知ってます。あのなんかくねくね模様がある、はいはいはい、ボーイのかっこいいですね、布袋モデル、はいはい、布袋モデルって僕昔からこれ見てて、はい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 、水道管みたいじゃないですか。そうです ね、なんか水道管っぽいじゃないですか。塩ビパイプで布袋モデルを作ります。布袋モデルの材料。うわすげえ、すげえな。あ、これで今日作りますよ、布袋モデルを。これを切って、ほほほほ、こういうのでつなげれば。なるほど、あ、ボーイ水道管ゲーム。そう。用意してあります。ん、何、いや結構もうね、 あすげえ、今日設計図、これがもう今回の肝ですね。肝ですよね、だってサイズ感でしょ、それ。そうです。え、これあのちゃんとこの柄はあれなんですね。あ、もうそうですね、布袋モデルなの。布袋モデルの、うんうん、を塩ビ管で作るにはどうしたらいいかっていうのあの、わあすげえすげえ。で長さも書いてある。そう、長さもこれミリですね。ミリです、ミリで。これで、うん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 、まずこのコネクタ、うん、十字が8個 L 字が22個T が15個。あ、これ結構重要ですね。そう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 、情報として作る人、うん、布袋さんにも伝えなきゃいけない。そうです、布袋さんがうちの水道管俺のモデルにしたいなって言った時に ありますよって。今日はこれから塩ビ管をとにかく切って、塩ビ管は何パーツになります、この切る。あ、切るのは、うん、何個ぐらい必要なんですか。60個ぐらいかな。じゃこれがまずね、この60個ほらだってほら、この、うんうん、なんていうの、この L 字と L 字をくっつけるときに間に短い塩ビ管入れないとくっつかないじゃないですか。そうですね、そう、うん、コネクタだけじゃくっつかない。そうそうそう、うん、ね、コネクターの下になるものが必要ってことか。そう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 、これを、うんうん、これとこれ例えばそうそう、こうつけたいときに、あれ中に入れるものが、中に短いの入れないといけないんですよ。ああそうか、うん、そういった意味で60で水も通るってことですね。ちゃんと水も通る、水も通るはず。スピッツみたいに言いましたけど。で今日2人なので、うんうん、あの塩ビ管カッターを買ってきました、2つ。あれあ、僕もね。そうそうで今日スミさんに、うん、今日何時までいられますって聞いたのは。そうですね、そのせいな。まあでも2人でやればほら、2人でやればなんとかね、なんとかなるんじゃないかな。うんうん、塩ビ管切るのね、すごい面白いですよ。いや、そうですね。いや、あ、ちょっと塩ビ管切るとかやってみましょうか。あ、そう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 、これぐらい、はいはいはい、ここですね、うんうん、こうするじゃないですか、うん、で、これをね、挟む、こうギュッギュッ挟む、はいはい、挟む、挟んだ、挟んだ、はい、あとは、回す、これを。回す、あれで、ちょっとこう締めながら。あ、なんか今筋つけてるってことですか。いや、これでね、もう刃が、歯が中に入ってんの。入ってる。おお、切れた。大丈夫ですか。あの、もう一回いきますか。軸を回すのかな、塩ビ管を。ああ、軸、そっか。ねえ、うん、あ、でもプロっぽい。あ、プロっぽい、プロっぽい、うん、おお、あ、塩ビ管先生親方、あれ、なんか二人がかり。いやいや、これちょっと軍手とかあると、うん、あ、まあ、滑っちゃうんだ。そう、滑っちゃうから。あ、でも、あ、分かった分かった、あ、うん、あ、いいいい、うん、これでちょっと、あ、もう、あ、いい、おお、いい、おお、あの計算では総合何メートル。5メートルぐらい。5メートル、うん、5メートルでいいんで。まあでも5メートル必要なんですね。そうなんですよ、布袋さんの模様を作るのに。布袋は1日にしてならずですね、うん、いや、ちょっと分かんない。あ、親方、塩ビ親方慣れてきましたね、ええ、あ、だいぶちっちゃく、あ、ね、あ、これぐらいで。なるほど。あ、で、今2センチなんですけど。2センチね、うん、2センチ入れて、お、ぴったり、ぴったりだ。どこで、こことか使う、ほら。あ、もうここね、
あ、もうできた。19、20が。そう。じゃあ、スミさん、ちょっと大変なんですけど。僕は何、この20ミリを。20ミリを量産。量産。20ミリを37本。37本ね。切れますか。こっちはスミさんに聞いてます。やりましたね。これでパーツですね。これが几帳面ですね、スミさん。分かりやすいようにね、うん、あ、いいですね。これをこの順番に組み立てていけば、はい、さあ、いよいよこれで1422と10時、おいける、いけますよこれ。お、いや、手応えを。で、うん、で、ここからこれで、スミさんの声作ったのと、うん、これで、はい、で、L だ。L。おー、いいじゃないですか。いいじゃないですか。これ、いけますね。こら、おさえ先いいぞ。実物大で印刷した、した来たのあるんですよ。あ、そう、あ、本当ですか。それの上でやりましょう。あー、そっかそっか。ね、こうだ、こうだ。おー。これはいいですよ。あれ、あ、こうだ。あ、もうできた。そうか、全部つながってるわけじゃないんだ、こことか。そうなんですよ、こことかね。そうそうそう。へえ。で、これが、うん、乗っけてってください。寸大だから。はいはいはい。おお、すごい。やった。こんなにうまくいくことあんだな。あれ、俺らしくないぞって。そう、俺の人生こんなにうまくいくことあんのかな。48ありますか。48とか。あ、48、はい、あります。48、100、ぴったり100ありますか。100ある。ある。あ、100、はいはい、はい、237。あ、ありますよ。237。いよいよ、いよいよ、もう、あ、もう佳境だ。佳境ですね。本当にできてる。で、いや、お、お、ね、かっこいい。かっこいいね、これ。うん。できるじゃないですか。辻褄大丈夫ですか。ちょっとなんか、なんで合わないのかなと思って。どこ合ってないですか。なんかここ斜めになっちゃうのが。あ、斜めね。この64をギュッて、ギュッて刺せばいいかな。うん、あそこがちょっと、うん、あ、ギュッて刺したら合いましたよ。合った。あ、全部外れてきたの。これね、全てがね、リンクしてますから。そうですね、うん、あのナーバスなものですか、補填は、うん、うんうんうん、ん、言ってんじゃないですか。言ってますね、うん、なんかキッチンにね、うん、おしゃれなキッチンに、そう、ちょっとね、こういうのあったっていいじゃないですか。ちょっとずつ、ちょっとずつ、あ、いいですよ。お、いい感じ。いい、あ、いい、あ、全然いける、全然いける。あ、わあ、かっこいい。いいじゃないですか。なんかここに水道って書いてあったり、かっこよくないですか、こういうの。そういうのいいね。うん。でんでんでででででんでんでででででんでん。チェーチェーチェー。あ、確かに横から見て補填モデルすごいかっこいいですね。かっこいいです。夜までかかると思ったんですけどね。え、そうだったんですか。やりましたね。やりましたね。あ、塩ビ。塩ビパイプ用。塩ビパイプ用。塩ビパイプ用なんですよ。すげえな。つくのかな、これ。よし、うん、あとどこだ、補填の弱いところ。そう、補填の弱いところ。できた、できた。じゃあちょっと乾くの待って、待って笛に押し込んで。
バンビーナでした。振り返りを、振り返り固定モデル、すげえ場所でこんないい場所で、ねね、ちょっとね屋外来てますけど、はい、固定モデル、はい、公開したんですよね。公開しました。はい、でこのようにね、ああそう、もう記事になってる。どうでした？やや受けって感じで。あ、やや受けでした。やや受けですね。あんなよくできたのに。なんかあの場ではもう俺たち天才みたいな感じで、なんかついに何もできなかった俺たちがついに成し遂げたなみたいな異常なテンションがあったんですけど、ボーイファンがすごい熱狂的で、はいはいはい、塩ビ鑑定再現するのは何事だって、あ、怒ってくるかもしれないしかもなって思ったんですけど、あのホテファンみんな優しくて、あの好意的でしたね。あ、そうでしたか、あ、じゃあそのあれは大丈夫だったんですね。そうですね、あの、ね、ボーイファンからも良かったと、うん、あ、はいはいはい、いやでもやっぱファンとして、あ、すみません、あ、すみません、あ、すみません、前書いてないですけど、なんですか、なんか文句があるんですか。いやいや、多分ファンは、うん、予想しないところにファンがいると多分嬉しくなると思う。あ、あ、そうかそうかそうか、ホテファンがね、ホテさんは、うん、ね、あの、あま別にグラフィックデザイナーじゃないのにこんなのね。これ布袋さんがデザインしたんですか。あ、だから布袋さんが、うん、だから本人が何かの番組に言ったのは、うんうん、俺のファンはみんなこれを書けるんだけど俺はこれを酔っ払いながら書いたから、そうなんだって。あ、そうなの、すごい天才ですね。へえ、自分でそうなんか転写するみたいなのは多分、あ、あるのね、そういう文化があって、そのギターに自分で、うん、ああ、うん、なんか音楽雑誌でもこれやった人がいたらしくて、90年代のギグスっていうなんか音楽雑誌でやった人がいて、鉛筆管で、鉛筆管かなんか立体モデルを作ったっていうの。あ、やっぱり人をそうさせる何か力があるのね、布袋さんのデザインには。そう、嬉しかったのは90年代の音楽雑誌みたいなのってちょっと僕ら、ね、憧れるじゃないですか。あ、これデイリーポータルの元ネタみたいなのがね、うん、そう、その90年代の音楽雑誌的なものが、ね、たんだ、できたなっていう。あの今のインターネットからするとちょっとポカンとするトーンではあると思うんですけど、なんかこういうかっこいい冗談を、かっこいい冗談、かっこいい冗談を、うん、そう、かっこいい冗談だったじゃないですか、これ。どうですか、なんか今掴んだ感じで今3回ぐらい言いました。俺そう何回も言っちゃう、大事なことだから、大事なことだからね、あの、うん、いいキャッチフレーズですね。そう、かっこいい冗談を、そう、デイリーポータル のかっこいい冗談を、うん、こう掴み直した感じの記事かなって。なるほど、僕にとってはバカウケの、はい、記事ということでご承諾ください。ご承諾ください。メールの最後みたいな。そう、笑って収める。はい。Thank you.